皆さんこんにちは。久しぶりのラフトやりたいと思います。このゲームの最後のアップデートが来まして、これからはアップデートないですよ。これで終わりなんです。で、ここを見ると最後のところバルーナポイントが、あの数字が3156の数字が出てきて、こっからそこに行ける。で、これライブ配信で作ったんだけど、このピンクやっぱやだ俺このピンクはやだ。でも新しいところに行く前にいろいろと準備していきたいんですよね。他のものが作れるようになったんかな。お、新しいのがいっぱい出てる。改良型回収ネット、これも完全に取得できる。今グラス、ジュースを飲むのにぴったり。ジュース飲めるの？ジューサー。ジューサーが出てきた。食材を素晴らしいドリンクに変えてくれる。素晴らしいドリンクね、ジュースっていうのは。リサイクラー。基本資源を公用書の通貨に変更する。これ全部取得。以前よりもたくさん作れるようになった。まず、どうやってやるんだっけ、これか。回収ネット。ロープとチタンのインゴットが必要。この回収ネットそんなに良くなるわけ？チタンの陰属。あるかな。あ、これも入れた。でかいストレージ。ほら、たくさん入る。何も入れてないけど。皆さん、もう一回、ラフトを、あ、落ちた。サメちゃん。サメちゃん、元気しとったかな。寂しかったやろ。もう一回改造したい。ラフト。で、多分今まで一番大きい改造、ネット上でちょっと他の人たちのラフトを見たら、みんなすごすぎて、で俺のラフトがちょっとしょぼすぎて、ちょっともうちょっとなんか俺のラフトあんまりにも、このイカダあんまりにも実用的でさ、まあ好きなんだけど、この実用的な感じが好きなんだけど、もうちょっと船っぽくしたい。ラフトじゃなくて船に見えるように改造したい。本当の船みたいな形にしたいんだよね。これこの船どうしよう、デザインどうしよう。今は結構四角いんだけど、もうちょっと細長い感じの船にしようかな。ここぐらいの幅はどうかな。で、もうちょっと長い感じでいいんじゃない。で、このエンジンは横にする。船を3階建てにしたい。で、このここを全部なくすということになるよね。船の幅はこれぐらいにしていきたいと思います。なんでいつも落ち込んでるよ。草食えよ。完全に改造するのは案外大変なことかもしれないけど、頑張りましょう。早いなお前。じゃあこれ全部新しく強化しないと、すぐにサメちゃんに食われるよね。もう荷物の管理大変すぎるこのゲームいつも言ってることなんですけど、I've been beaten to the
to live, cause some people never learn. But they're not gonna, not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. めっちゃ立派やん。しかもこれは広いね。3階はいらないか。2階建てで奥だけちょっと3階はしごつけられるかな。皆さん、丸2日間ぐらいイカダの改造を頑張りました。はい、結構時間かかってしまった。途中でこんなゲームやってないでも韓国の勉強でも勉強するべきだなと思ったんですけど、でもやっぱり頭の中でもうこの船が欲しいっていうイメージできてたんだから、そういう成し遂げるしかなかったんで、頑張ってラフト、あのイカダが船になりました。頑張って船の形に変えました。皆さん、見ますか？見ますか？前のイカダを思い出してください。今はこんな感じですよ。てんてれーん。ほら。すごいやろ。本当に船になった。幅が太いんだけど、もうすごく時間かけて作ったんで、好きです。この船は好きです。後ろはこんな感じです。では、落下ダメージ受けました。ラフト、紹介したいと思います。まず、後ろから行きましょう。まず、後ろは、アンカーがあります。で、はしご2つあるんだけど、後で紹介する。で、この収納、ここの収納は、拾ってきたものを入れるか、持っていくものを、準備するところです。簡単に島の探検とか次の冒険で簡単に物持って行ったりとか、ここにもご飯入れようかな。でここに入っていくと、ここは船の心臓部です。まあ心臓部っていうより工場。ここは蜂の巣がありまして、蜂の巣で蜂蜜が作れて、蜂蜜とじゃがいもをここに入れるとガソリンが作れます。これバイオフュールはガスみたいな感じで、でこのバイオフュールをここに入れて船を動かせます。ここにエンジンを隠してある。エンジン見た目はさ、ちょっとしょぼいから、全部しまっといた。で、もう一つエンジン、ここにある。エンジンルーム2つです。で、ここはバッテリーを充電するところ。そっから入れて、ここはでかい収納スペース。で、ここは、鉄溶かしたり、ガラス、砂溶かしてガラス作ったりとかの場所です。
ここはネット流れてくるプラスチックと板とか拾ってくれるネットです。ここで、ここはまた収納で、ここはなんかガラクタキューブみたいなやつ作れる。で、ガラクタキューブはなんかお店があって、お店で物買える、なんか誰もいないお店があって、そこで買い物できるみたいな感じで、それは後ほど説明します。で、ここはじゃがいも育ててる。で、ここから水入れられる。で、時計こんな感じですね。で、ここ行くと謎にピアノが置いてありますが、ここは水清掃機があって、ここで水貯めて、あのここのじゃがいもに水やりしてくれるし、上にもつなげて、こうやって上にもつなげて、あの動物の餌にも水をやってくれる。ここはあのここは調査のなんちゃらなんちゃらテーブル。これは1階ね。これ1階で、ここから登っていくと、あれ、夜になってました。ここは船です。ここはまだ何もないけど、まあ広くて俺はちょっと好きなんだけど、ここは動物のとこ見ればわかりますね。で、ここはえい、こういう伸びる橋を船につけてます。そういう上陸がちょっと簡単になるように。で、船を全部そういう作るときにさ、こっから選ぶ、そういうしょぼいやつ、これ前の しょぼい感じのやつなんだけど、最近はこのしっかりした、このしっかりした木もた、あの立てるようになって、船全部そんな感じにした。ほら、これ全部しっかりしてる。なんだけど、そのしょぼい感じ俺まだちょっと好きで、この中心だけしょぼい感じのままにした。このシークで可愛い感じで、ここはキッチン、冷蔵庫が手に入りました。冷蔵庫、ここはキッチンです。収納もあります。で、ここに行くとリビングがあり、あ、ここ収納もあります、たくさん。ここはリビングあります。綺麗にね、あの飾り物とかつけました。で、ソファーが結構いい感じ。ここはリビング、で、ここはハンモックがあります。と、テーブル。ここはサーフボード。で、この階段降りると、さっきの、ここ。で、上に登って、こういう、花とかもある。で、ここ登っていくと、これあります。ね、こう、あの運転しやすくなって、で、ここにも、あ、サメちゃん、ヨーヨーあります。こういう伸びる橋、なんていうんだっけこれ。で、ここに降りていくと横にもある。全部で、あの6枚、1、2で、反対側の2つとこの上の2つ。ここでエンジンのコントロールできる。で、
ここに来ると、ここキッチンね、ここに来るとまた俺の部屋があります。ベッドがありまして、でカーテンもあります。でもう夜になりましたんで、あれ、寝ましょう。皆さんおはようございます。朝になりましたよ。でここ、そこはベッドルームね。でここに行くとお風呂があります。ワードローブとかもあって、なんか服変えられるんだけど自分の服見れないよね。でここカーテンがあります。カーテン開けてね、お風呂入ることができます。でここはただトイレです。トイレがあります。でここそこトイレで、ここに来るとここは内部、ここはあのエンジンのパイプつなげるためにここ通した。大変だった。そういうなんか前さ、床の上にだけ通ってて、なんかすごい邪魔に見えて、見た目的はあんま好きじゃなかったから、こうやってあの反対側のエンジンまで通してる。でエンジンはさ、こう、そう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 、そこでまたエンジンルームへとつながる。で本当は多分エンジンの船の片方に置いとくだけでも多分ちゃんと進んでくれると思うんだけど、なんかバランス的にはロー側にエンジンが欲しかった。だから そこはあんまり入らないとこ、もう入る必要ない。でここまたドアがあります。何のドアでしょうか。ここははしごがあって、あれ、また船の後ろだから、そういうどんなところも行きやすくなるようにしたかった。でそれだけじゃなくて、ここからまたこのはしごを登っていくと、その舵っていうんだっけ、まあ、ここになります。でその気になったらここも登れる、はしごがあるんで、ということです。でもう一つみんなに教えることありますが、このガラクタキューブとこのガラクタコインで買い物できる。このガラクタコインどうやって手に入れるかっていうと、なんかこの餌、この餌で魚釣りして、なんか変な魚、変な魚、珍しい魚、単語力のなさ、珍しい魚あのが手に入って、それを売ればこのガラクタコインが手に入る。でのこのガラクタキューブは適当にあのヤシの葉っぱとか石とか何でもプラスチックでもここで潰す、たくさん入れて、これガラクタキューブが作られる。いい船やろうね。なんかすごくなんか材料も集めるのは大変すぎてさ、あ、かなり板使うから、で集めるのは時間かかるから、普通にそういう船が流れていくと回収ネットが拾ってくれる、板とかプラスチックとか。でもそれ時間かかるから、本当にゲーム つけっぱなしで他のことやったりとか、料理したりして、でまあキャラクターが死なないようにちゃんと水とご飯食べて時間かけて集めてた。だからこれは俺の船、そういう元の船をこのゲーム
のために実用化された感じが欲しくて、結構気に入ってる。これ結構気に入ってる。でこういうところにお店があります。で売るのところで、そうそう、こういう魚釣ってお金もらえる。でティア123あるんだけど、俺もたくさん魚釣ってティア3になってるから何でも買えます。こういうプラスチックとか板綿はガラクタのキューブで買えるし、ジュースのレシピもたくさんあるけど、まだねジュースやってないよね。チリとか何に使うかわからん。ワードローブとかで、ここのは金属も買えるし、いろいろジュニパー、元気の支柱で、ティアさんになるとチタンとか冷蔵庫ここで買って、長いバネ橋、羽橋たくさんあります。ということで次の冒険に行ける準備はほぼできてますね。あとはもうちょっとご飯作っておきたいよね。では皆さん、次の動画は話進めていきたいと思います。じゃあね。